ケンタウルス座 X-3 あるいはケンタウルス座ト7 7 9星はケンタウルス座にある X 線パルサーである。ケンタウルス座で3番目に発見された X 線源で史上初めて発見された X 線パルサーでもある。この成形は中性子星と大型超巨星からなる連星系で超巨星から中性子星へと物質が降着し、 X 線を放射している。ケンタウルスザ X-3 周辺の X 線、ガンマ1000円。ケンタウルスザ X-3 は、1967年5月18日に行われたロケットに搭載した X 線計測器による宇宙から飛来する X 線の観測中に発見された。1971年、X 線観測衛星ウフルによって詳しい観測が、 行われ、4.87秒の周期で、X 線の信号が脈を打っていることが明らかとなり、X 線パルサーであることが確認された。この観測で、パルスの周期が0.02%から0.04%変化していることも明らかとなり、ウフルで、さらなる観測を行った結果、パルス周期は点八四秒を中心に、周期2.09日の曲線に従って、 変動していることが分かった。このパルス周期の周期的な変化は、天体の交点運動に伴うドップラー効果によるものと考えられ、ケンタウルスザ X-3 は、連星系であることが示された。ウッフルのデータを詳しく調べ、X 線パルスの振動周期に加え、連星系の軌道要素もある程度まで分かり、可視光でこの天体に該当する光源が探されるようになったが、 その光源はなかなか見つからなかった。その理由の一つは、ケンタウルスザ X-3 が銀河面付近、流骨腕の方向に位置し、X 線源の金棒に大量の淡い構成が分布する中から同定しなければならなかったからである。1974年、それらの中からケンタウルスザ X-3 の X 線での観測結果と周期、 位相ともに一致する0.1等級程度の変更を起こす構成が見つかり、ようやくケンタウルスザ X-3 に対応する可視光源が同定された。この可視光で観測された星は、それを発見したポーランド人天文学者、ボイテク・クリミンスキーにちなんで、クリミンスキー星とも呼ばれるようになった。ケンタウルス座 X-3 は、太陽からおよそ19000光年離れた位置に、 あるとみられる。可視光での観測から、ケンタウルスザ X-3 は、強い生肝石化を受けていることがわかり、その原光量から、距離は2万6000光年とされていたが、元になった可視光成分のスペクトル型が後に修正されており、X 線のゴミによる散乱から距離を求め、より近い距離になった。ケンタウルスザ X-3 は、ウッフルによって観測された時から、 X 線で触を起こす触連性でもあることが分かっており、パルス周期の変調と同じ周期で触を起こしている。可視光で見える光星は早期型の長距離 X 線源となっているのは高速で自転し強い、磁場を持つ中性小星である。X 線は、晩星である青色長距離の大気から、主星の中性し星へ物質が硬着する際に、解放される重力エネルギーを、 エネルギー源として放射される。晩星から中性子星へ流れ込むガスは、中性子星の周囲に硬着円盤を形成していると、見られ、回転しながら、徐々に中性子星へ落下し、エネルギーを解放する。中性子星の強い磁場は、落ち込むガスの通り道を磁極方向に制限し、硬着流と中性子星表面との衝突で、局所的に高温領域が形成され、それが、 X 線源になると考えられる。X 線は2.1日ごとに晩成に延平される、触を起こし、触は光天周期の1、4程度の間続く。また、放射される X 線の強度が高い状態と低い状態とがあり、決まった周期を持たずに2つの状態の間を行き来することもわかっていて、X 線強度が低い状態では、触が緩やかになるので、 中性子星よりも広がった構造から、X 線が放射されているとみられる。また、X 線強度の高い状態の中でも、X 線スペクトルの異なる状態が二通り存在し、中性子星への物質が膠着するのにも二種類の状態があるものとみられる。ケンタウルスザ X-3 のパルス周期は、長い周期で上下しながら、全体としては短くなる。 つまり中性子星の時点周期が加速する傾向にあり、1年あたり1.14ミリ秒の割合でパルス周期が短くなってきている。このような時点の加速現象を起こす原因としては、硬着物質が回転しながら中性子星へと硬着することで、硬着物質が持つ各運動量が中性子星に与えられるということが考えられる。 晩星は、主系列段階よりも進化した高温の構成で、質量が太陽の20倍程度、半径は太陽の12倍程度、スペクトル型は O6 から723とされる。可視光でのケンタウルス座 X-3 の高度曲線は、曲小が一定しない二重波形の曲線となっており、超積力による歪みや重力現行の影響を受けた。 楕円ン体上変更性の特徴を示している。番星は、ほぼ、ロッシュローブを満たしており、ロッシュローブから溢れ出した物質が、中性子星へと膠着する。また、高温であるために、構成風も強力で、中性子星へ膠着する物質の供給に一役、買っているほか、産卵や、再放射などで、X 線基線の一部を生成する原因となっている。ありがとうございます。